この動画では小林正観さんの本をもとに考察をしていきます。正観さんの心が軽くなる考え方が参考になれば幸いです。皆さんは自分の使命が気になったことがありませんか？小林正観さん曰く、あることをすれば自分の使命がわかる時が来るとのことです。ではどうすれば使命がわかるのでしょうか？それは人からの頼まれ事を断らずにやり続けに3年経った時に、私はこれをやるために生まれてきたのではないか、ある方向に自分が動かされているのではないかと気づく日が訪れるとのことです。頼まれ事とは、頼まれ事とは何かを作ったりまたはサービスを提供したりしてその対価をいただけるような内容が多いように思います。言ってみれば仕事のようなものです。ちなみに頼まれ事といっても、物理的に無理なもの、お金を貸してほしい、頭数だけが目当て、自己嫌悪が生じる場合、これらの場合は断ってもよい、頼まれ事には含まれないようです。頼まれ事をやり続けていけば喜ばれる存在になり、これこそが人間の生きる目的のようです。頼まれ事はお金を受け取る、頼まれ事を無料で引き受けますというのは傲慢のようです。理由はお金を自分のものだと思ってしまうことが間違いのようで、お金は素直に受け取り、溜め込まず右から左にただ流すだけで良いとのことです。頼まれ事が来ない人、頼まれ事が来ない人は頼まれにくい人になっているようです。特徴として、顔が怒っていたり、不平不満愚痴を言っていたり、約束を破ったりなど、このような人たちには頼まれ事が来ないようになっているようです。神様が味方する、頼まれ事を淡々とこなしている人はありがとうを言われ喜ばれる存在になり、神様の支援を受けられるので仕事、人生が楽にスムーズにいくようです。まとめ、もしあなたが自分の使命を探しているなら、まずは頼まれやすい人になってみましょう。そして頼まれ事は断らずにやり続け、喜ばれる存在になりましょう。そうすれば自分の使命が分かり、仕事、人生が楽にスムーズになるでしょう。このお話が参考になりましたら幸いです。この動画が参考になった方は高評価、チャンネル登録してくれたら嬉しい、楽しい、大好き、幸せ、ついてる、愛してる、ありがとう。